皆さんこんばんは、近藤隆美です。僕は今ですね、恵比寿の QED クラブというところに来てます。元ハンガリー大使公邸と、そこからお店になって、当時僕が20代の時っていうのは加入券が数億円と普通では入れないお店だったんですけども、今日はファッションリーダーズの10周年というものをゆかりのある場所でトークしていきたいなと思います。ちなみに今日は台風が来てて、なんかこんな爽やかな感じで撮ってますけども、実は外は雨嵐というような状態になっていますけども、この映像が終わった後はファッションリーダーズの未来について熱く語りたいなと思います。それでは早速ゲストを、ね、呼び込みたいというふうに思います。佐藤兄さん、そしてまっちゃんです。イエーイ、こんにちは。まああのパッションといえばね、スタートの時に一番最初の発足のパーティーの時に、まあ俺の公演だったけども、その時に駆けつけてくれたのが松村敦さん。もうあれから10年だよ。いや、まあでも10年でどんどんおしゃれになっていってるよね。ありがとうございます。10年前普通のサラリーマンかなと思って。太ってたしね。太ってたし、必ず大きなイベントの時にはいろんな、あ、これ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 ね、もうで、これ誰だっけ、キッカーさん。そう、キッカー浩二、コンプレックス、で、鬼滅の刃、誰か分からへん、もう誰か分からへん、もはや。で、これ一部だからもう毎回毎回何か考えて、ね、すごいよね。当時の時はモテるんで1週間ずっと長くしました。あ、この時はモテた。モテた。目に聞いてくるね。あ、そしてあとこれね、これはもう僕は一生の思い出ということで、ね、僕にとっても一生の思い出、松村敦さんの本がベストセラーになり、そしてそれが映画化なったというね、熱狂宣言、まあ、神様に選ばれてきた男ですよ、まあ、女にはだらしないけど、あちゃということで次は、あ、もう僕がね兄貴分として、もう兄さん兄さんっていうのはこの世で3人ぐらいしかいなくてね、その中でも最も僕が心を許してるっていうか、まあ佐藤兄さんはお前生意気やって言う時もあんねんけども、いや、まあ、生意気なんじゃないですよ、言っときますけど、タメ口やろ。時々上からかな。まあでも俺がもう大好きな大好きな人なんで、まあ、この人もこの10周年のねムービーにはもう絶対登場してもらわなかったということで今日お呼びしました、ね、まずこれ見て、これ一緒にね僕あのライブやったりするわけですよ。はっきり言ってギター下手くそでしたと言われてたね。売れない歌手ですけどオーラめっちゃありますみたいな出してるよ ね。ミュージシャンですよね、この写真だけは。完全にミュージシャンだよね、これだけはね。で、佐藤兄さんはもう今までもう一匹狼が好きで、孤独をなんかかっこいいというブランディングをしてたし、そういうイベントみたいなところには出ないというのが、まあ、生き方だったわけだけども、こんなん始めたんですよって言ったよ ね。 そ, ね、そう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 。で、僕と二人で走っていたからね、仲間入れてジョギングしようと、当時しゃべくりランナーとか言って、そうみんなでしゃべり語らいながら走ろうみたいな。実はしゃべりながら走るって実はトレーニングになるので、言ってたよね。ジョギング部会っていうのはいろんな部会の中でもすごく人気のコンテンツになって、そして僕は消えていったという。そういつしか膝痛いねんって言って消えていったそう、今もう部会長としてこの方がもうみんな行列作って走っていると。面白い、駅伝は楽しいよ。楽しいよね、じゃあここでね、次のゲストをお二人呼びたいと思います、ダブル阿部さん二人です。お疲れ様です。お疲れ様です。10年花ちゃんマジで痩せたよね。本当、なんかますます素敵になったよね。ありがとうございます。はい、ということで夫婦の阿部みつると阿部か、もうここで言う、いや、これが婚してたん、いやファッションリーダーズを始めた時に副理事で2人とも本当のスタートの発足前からの役員としてこれ立ち上げたから、ご夫婦ですか、ご夫婦ですかって言って、もうかなちゃんが違いますってものすごい、もうみつるに失礼なぐらい嫌がってたのよ。で、全く夫婦じゃないけど同じ阿部、まあ、ミツルといえばもう今は恒例の10年間ずっと続いてるパッション開きね、はい、よーパッション、これね、
これがもう最初からだったけどね。何で思いついたの？ただのノリです。ノリ、はい、最初はヨーパッションってこんなことやってた足もで、それはちょっと品格がないということで、パッションはみんなで、花を開かそうということで、はい、ヨーパッションになったというね。これも全国恒例だから ね、はい、ね。そしてもう一つはビジネスマッチングという、経営者が集まってお互いのビジネスを共有し合う、これも阿部満が取り入れた。これがパッションのスーパーコンテンツの一つになっているということね、はい、お前も貢献してくれたね。ありがとうございます。そうだよね。でもやっぱり、中小企業の、皆さんはやっぱりなんか仕事につなげたいなとか、つながりたいなっていうのがやっぱり一番の目的かなと思ったので。そうだよね、はい、いうことで。そして次は、まあ我らの姫阿部かな子、はい、福理事、はいね、ちなみにかなちゃんはダンス部会と着物部会立ち上げたよね。はい、まあ、日本で絶対に日本一にまずなります。パッションリーダーズが、パッションリーダーズがな、はい、なるって信じていたので。そうです。でということは秩序だとか礼儀だとか、そういうのが世界に通用するように。まずすごいね。そうですよ、初めて聞いた。そんなことって聞いたずっと言ってますよ。文化の一つでもあるので。確かに。だからやっぱりそれをやっぱり身につけて恥ずかしくない、だからやりましょうって、まあ、この2人とね、もういろんなことを話し合いながら、今から10年前にこのパッションリーダーズが誕生したということで、その当時の状況っていうのをね、ちょっと見てもらおうかというふうに思います。ドン、これ年表にしてみたのよ。まあ、忘れもしない2010年の8月に経営者交流会発足の企画が持ち上がった。ところが2011年の3月11日に東日本の大震災が、まあ、起きたということで、でこの時に僕はもうやめようと、ね、こんな世の中暗くなってる時に、パッションとかいうのはちょっといかがなものかと。でその時にかな子副理事が、まあ、こういう時こそね、僕の明るさは必要だということと、経営者が元気にならないと未来が描けないと、それが3月15日と、まあそういう形でやって、もうすごいスピードで日本一の経営者団体に駆け上がっていったという歴史が、これね、数字で振り返る10年、これね、300回っていうのがすごい。本当に300回ジャストなのよ。それが今日みんなここに集まっているこの10周年記念イベント。すごい、休んでないですからね。そうだよね。でオンラインアカデミー動画掲載数が、今まで過去のいろんなスター経営者が月に1回登壇してくれて、そのコンテンツがどんどん溜まっていって、このオンラインのアカデミーを見て会社の業績が良くなったっていう人もいっぱいいるわけよ。だん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 自分に乗り移ってきて、あ、こうやってやればいいんや、ああやってやればいいんだっていう、その数がもう264本あると。すごいな。いうこと、どんどん。これまでのセミナー講演者、まあもういっぱいいるからですけど、まあ、松村淳さん、ね、モスバーガーの社長の桜田さんとかね、で何よりも一番出てくれてるのは北尾会長。やっぱりリーダーっていうか、何が起ころうと発光体じゃないでかいよ。毎日暗い顔してね、近藤君なんかその点明るいよ本当に。そんな感じで、もういろんなね、まあ秋元康さんも嬉しかったね、なんとなく頭の中のリュックサックにどん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 入ってるんですよ。何のために今日という一日があったんだろうというのを検証するためにはいいかなと思うんですけど、絶対あの人そんな人前で喋らないから、ね、まあ、畠山チャンプも結構僕はいろいろやってるけど、チャンプは一人で喋るよりも俺とやった方が面白いね。そう考えたらやってないでしょ。無理。確かに俺も上場が 0.00 何パーセントって知ったらやってなかったね。世界チャンピオンかっこいいし、モテるし、金儲かるだろうと、そういうだけですもん。あとやっぱり、絶対に俺は恥ずかしいから人前で喋りたくないとかって言って登壇した健二を通る、ね、お母さん、お母さんってバカバカしいと思って全然違うから全然違うからこれ。そういうものだと思った。なるほどね。まあセミナーもね、すごい今は形が変わってね、これまではまあ常に集って、まあ、集うことが多分もちろん一番なんだけど、
今はもうあのこのコロナのことによって、ね、Zoom で開催して日本中どこにいても聞ける生で、ね、と参加数は実は今の多いと、うん、あそうやね、そう分かるわ、そうだからミツルが作ったビジネスマッチングにしても今やったら東京は東京、うん、九州は九州とか、うん、まあまあいろんな地域でこうやってても、うんうん、全国ビジネスマッチングができるから、うん、そっか、そう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 、むしろ多くの人に対してね、うん、いい感じの、ね、知っていただける、うん、はい、なるほど、だそういうふうにもやっぱ進化していったということなんですね。ドン、部会委員会の設立ね、人気なのはやっぱりビジネスマッチング、そしてやっぱりご飯食べながら語り合おうっていうのがね、これはもう僕が絶対にやるべきだということでやったグルメ部会、あとテニスね、兄さんがこの間僕にボロ負けしたね、ちょっと待ってボロ負け、まあまあまあ、なんかすごいよ、相川が毎年日本一大きな彼のすごい船を出してくれて、うん、これやね、うん、で相川の船に相川のヘリコプターが追尾してくれる、マジかもうこれ何ですかみたいな、これもうなんかの映画の撮影ですかみたいな感じで、もう最高な、ね、アウトドア部会、まあ、そして、ブランチということで、まあ、全国に広がってね、北海道、大阪、九州、東北、まあ、東京、名古屋、四国と、まあコロナ前っていうのは僕はもう全国2ヶ月に1回は行って話してたから、もうほぼ僕は1週間のうちどっかしら誰か講師を連れていくか僕が喋るかと、みんな仲間たちが全国にできて、出会わなかった人がすごく仲良くなって人生が豊かになったなと、幸せだなというふうに思うし、ファッションリーダーズ入ってよかったみたいなね、素敵な会にこれからもしていきたいよね。まあ、そうした部会委員会だけじゃなくてね、他にもいろいろパッションリーダーズ活動してきました。まあ、初めてこれもねまとめますと、うん、はい、これまでの活動ということで ね、やっぱり一番大きなイベントはパッションリーダーズアワードということでね、2年に1回行っていて SBI、うん、他出資もされ、うんうん、そしてパッションリーダーズの仕事だけで10億円と以上が来ているというね、僕はヒーローメーカーになりたいっていうのがパッションリーダーだったんで、うんうん、ね、ヒーローメーカーとしてそういうね、新しいねスターをこれからも出していきたいなっていうアワード、そしてコロナウイルスに対する緊急アンケートということで、パッションリーダーズっていうのはあらゆる業態の人たちが集まってるから、うん、一番アンケートが取りやすいんだよね。政府に直接手が届くほどパッションリーダーズは大きくなったし、これから我々経営者の声を届けられる経営者団体でもありたいなというふうに思いますね。そしてこれは結構かなちゃん苦労したよね。大変。クレードの完成。合宿までして。もうあれ1年以上かかったよね。かかりましたね。あんなこんなペラペラというか、あんなペラペラじゃないよな。ただそんなページ数がないのに、うん、あれでもう一言一言にこだわって、うん、なんかこう、あ、俺たちはこうやって存在してるんだ、私たちはっていうのがすごく出てて、これみんな僕も含めて会社でやるべきだなというふうに思います。まあね、こんな感じで10周年をざっと振り返ってみましたけども、まあ、これからのね、うん、ファッションリーダーズという中でやってみたい企画ってありますか？なんか、うん、ファッションリーダーズジュニアみたいな、うん、なんかそんなんも面白いかなと思ったりするね。あ、なるほどね。やっぱり高見的にはファッションリーダーズこれからどんな風に持っていきたいと思ってんの？うんうん、ファッションリーダーズがどうなっていくかという未来、うんうん、そこ、はい、言えません。言えません。これ吉本的にはひっくり返るシーンやだって僕今から登壇だから。あ、そういうことね。これが終わった時に会場で僕がバーンと登場する感じになってるので、そこで未来を語るということなんで、じゃあお楽しみに置いておきましょう、はい、ということで、あの、皆さん今から近藤高見が登壇するので盛大なる拍手で迎えてもらいたい。じゃあ俺たちもここで拍手とかも、イエーイありがとうございました。